それでは、お話しします。私が知り得る限りのことを。うん。あの構造物について話す前に、まず、かつての私の目的について明らかにしておきます。かつての私の目的、それは、世界を理想の形に作り変えることでした。理想の形？思いだとか絆だとか、そういう理解できないものが存在しない世界です。それを成し遂げるのが、あの構造物。私は、オリジンと呼んでいました。オリジン？オリジンは、私たちが暮らしている世界、概念、その全てを創造する存在です。なんだそりゃ。そう。人間からすれば全く理解できない。どこにあるのかもわからない。何がどうなって世界を創造しているのかもわからない。それが、オリジンです。オリジン。皆さんが世界システムと呼んでいた存在がいますよね。うん。私たちを襲う敵なのかな。私の考えだと、あれもオリジンに由来する何かだと思います。オリジンは世界システムのさらに上位に存在する神？かもしれません。ただ、言った通りこれは私の考えでしかない。本当のところがどうなのかなんて、人間にはわからないんです。世界システムイコールオリジンなのかもしれないし、逆に世界システムがオリジンを生んだのかもしれない。オリジンという名前ですら、私がそう呼んでいただけなんです。それこそ、金城さん。はい。金城さんは、自分がいるからみんなが危険にさらされるとおっしゃっていましたが、実際のところ、それも金城さん、人間の目線からの話でしかないわけです。金城さんは亡くなっていて、世界システムの力で、この世界に蘇った。それは事実。でもその目的が何なのかは、金城さんも想像して語ることしかできない。違いますか？そういえば、あの時言っていました。なんで世界システムは、そんなことしたんですか？そう。私は神の考えることなんてわかんない。そっか。それは、そうかもしれない。そういうものがあるんだと納得するしかない。私たちが相手にしているのは、そういう存在です。神を相手にするか。ただ一つ。たった一つだけ分かっていることがある。オリジンは、世界を創造する存在だということです。ウタさんは、どうしてそれを知ってるの？人間には理解できない存在なんだよね。神のことは神にしかわからない。私は、原種からその情報を得ました。原種？ウタちゃんが言っている神と、ライムたちが言っている神は、ちょっと違うんだ。ウタちゃんが言っている神は、原種のこと。ひなちゃんがリフレクトしたものと同等の存在だね。ユズとライムが言ってた、ウタさんが持っていたっていう原種の力。はい、そうです。私はその力を使って、私自身のフラグメントをオリジンに捧げ、世界を再構築しようとしました。しかし、
その目論見は阻まれて今に至るというわけです。なるほどな。いや、全然わかんないけど、わかんないことがわかった。でも、そんなものがなんで青の心の中に？私もそれがわからないんです。私がここまで説明したことは、星崎さんの心の中にオリジンがある理由にはならない。むしろ逆、余計にわからなくなるんです。考えれば考えるほどにありえない状況としか。心トープの景色はあくまで思い出をもとにしたもの。だから本当ならあのオリジンとかいうのもいつかどこかで見たもののはず。オリジンを見た？なら青ちゃんも実は記憶を失ってるのかな。それかあるいは誰かに心の中をいじられたりでもしたか。そんなことがありえるの？ウタさん、みんなも協力してくれてありがとう。私の方でも少し考えてみるよ。わかりました。生理の時間は必要かもしれないね。アオちゃん。私の心の中、誰かが記憶をいじった。やっぱりあのタイミングなのかな。もともと体験したことのない記憶を植え付けられた。あるいは実は本当にオリジンを見たことがあるけど、その記憶を消されているか。でも見たことあるとしてもどこで見たんだ。これまで平凡に生きてきただけの私があんなものを見る機会なんて、見る機会なんて、いや、かつての私の目的、それは世界を理想の形に作り変えることでした。オリジンは私たちが暮らしている世界、概念、その全てを創造する存在です。オリジンは世界を再構築するための存在。これまでずっと世界を元に戻す方法を考えてきた。そうしないとみんなの日常が返ってこないから。違う、一番重要なのはあくまでみんなの日常を取り戻すこと。世界を元に戻さなくてもみんなの日常が返ってくればいい。ウタさんのやろうとした理想の世界を作る方法で、みんなが過ごした世界を作り直す。全く同じ世界を一から再構築すれば、そこにみんなの日常が帰ってくるのかもしれない。生まれ変われ。これは私自身に向けられた言葉じゃない。世界を生まれ変わらせる。もしそうだとして、私は一体どうなるんだろう。言葉通りとしか。星崎青という個体はライムたちが暮らした世界には存在しなかったんだよ。私が生きた世界はどうなっちゃうんだろう。
もう私の世界には戻れない。本当にそれでいいのか。こんな謎のメッセージは信じてもいいのか。青ちゃん、わあ、すごく険しい顔してたけど、どうかな、やっぱり答えは出ない。そうだね。それより心、どうしたの？よかったら一緒についてきてくれる？何か気になることでもあったの？ううん、いろいろ考えて大変だと思うから気晴らしの散歩なのです。わかった。どうしたんだろう急に。行こっか、青ちゃん。あ、通知来たみたい。なんだろう。なんだそりゃ。いたずら道具の開発かな。あ、それだ。でも危険物って。ユウキ、こんな時に一体何をしてるんだ。お、ミオさんとウタさんだ。この教室も使うようになったのいつからだっけ。最初はレナちゃんたちとも一緒の教室で暮らしてたよね。ちゃんと出したものは片付けろって今以上に怒られてたよね。だね、懐かしいな。トーテムが2匹。キララちゃん、その調子。どういうトレーニング。にぎやかだね。本当に昔は廊下とか人気がなさすぎて怖いくらいだったのに。今は大抵誰かはいるもんね。いなくてもどこかから物音は聞こえるし。うんうん、安心安心。もう、うん、でも禁止なんて言われたら気になるじゃん。ニトログリセリンって知ってる？え？すごく繊細な薬品で、ちょっとの衝撃で爆発しちゃうんだって。それを利用して作られたのがダイナマイト。もし今ここで青ちゃんがドアを開けて薬品が揺れちゃったら。ここでそのニトログリセリンってやつを作ってるの？さあ。違うの？どうでしょう。いや、どうでしょうって。でも、もし本当だったら。戻ります。それでよし。
レノさんだ。何してんの？これは、その…研究用だよね。うん、サンプルに。なんか様子が変だな。まあ、いいか。なるほど、ここを目指してたんだね。うん、お気に入りの場所だし、特別な場所だから。そっか、ここで話してた時に心トープが現れて、みんなが少しずつ記憶を取り戻していって。お守り事件もあったね。懐かしい。資材探し大変だったよね。恥ずかしい思い出暴露大会とか。それは忘れよう。お互い。あとは学校魔改造計画、それもだいぶ進んだよね。そしたら新しい子がどんどん現れるようになって、こんな日常が続けばいいなって思うけど。えい！え？うわあ！もう何すんの！言ったでしょ、気晴らしだよ。くっそー、やったな。やっぱり暗くなっちゃったね。ねえ。あお、こっち来て。え？これって。遅くなっちゃったけど、みんなの歓迎会。最初からいる私たち3人で考えたんだ。そんな本当に開いてくれるなんて。有言実行ってやつよ。ご飯いっぱい作ったからいっぱい食べてね。やったー。まだまだあるからゆっくり食べてね。ココロ、これすっごく美味しい。料理上手のしほちゃんからそんなこと言ってもらえるなんて。いや、私こんな味出せないよ。今度作り方教えて。こういうパーティー初めてだから、ちょっとドキドキする。私もです。何かルールとかあるんでしょうか？そんな細かいこと気にしなくていいんだよ。二人ともお客様なんだから。もちろん、そこで何食べるか迷ってる二人もね。まんまとあの二人に乗せられちゃった。でも、あなたの気持ちも伝わったわよ。ありがとう。はあ、お腹も落ち着いたことだし、
ちょっとみんなと話してみようかな。また行こうね。どう？楽しんでる？もちろん。はい。ええ、とっても。実は不安だったの。不安？うん、私たちみんなの中でもかなり後の方に来たでしょ。もうある程度関係ができてるみたいだったからさ、その中に馴染めてるのかなーって。でも今日こうやって歓迎会を開いてもらって実感したんです。あ、私たちはここにいていいんだって。そんなのとっくの前から。わかってる。でも証拠みたいなものが欲しかったのよ。本当に歓迎会を開いてもらってよかったです。うん、私も同じ気持ちだよ。みんなと一緒にいれてすごく楽しい。本当に美味しいな、心の料理。確かにそうだが、技術点では志保の方が上なのでは？そういうことじゃなくて、もちろん心本人の腕もあるんだけど、人に作ってもらう料理は自分では出せない美味しさがあると言いますか。私のお母さんもたまには他の人が作った料理食べたいって言ってたな。あ、それに近いかも。もしかして疲れてる？いえ、全然そんなこと。私も少しは料理できるし、いつでも変わるよ。キララもだいぶ上達したはず。料理以外の家事も手伝うからさ、ね。いえ、本当に大丈夫なんで。心配していただけるのは嬉しいんですけど、うん、私もたまには休んだ方がいいんでしょうか。こんな時に歓迎会を開くなんて、能天気というか、なんというか。そう言って、誰よりも楽しんでるじゃん。スエゼン食わぬわってやつよ。それ意味違くない？でも、こんなあなたたちだからこそ、期待してしまうのかもしれない。世界を元通りにできるって。ごめんね。歓迎会の時にする話じゃないよね。ううん。むしろ勇気が出た。こんな私たちだから、きっと大丈夫。覚悟を決めなきゃ。喜んでくれてるみたいでよかったね。遅すぎって言われるかと思ったけど、そんなこともなかったし。
よかった。ずっと気になってたもん。てか、リーダーなんだし、私が企画すべきだったよね。逆だよ。これまでたくさん頑張ってくれたんだから、あおちゃんはどっしり構えてればいいの。今だって、すごい大変な状況でさ。神とかオリジンとか言われて、もう頭パンク状態なわけ。だからこそ、こういう今だからこそ、みんなの時間があってもいいのかなって思ったんだ。そうそう、わからんもんはわからんのよ。だから私たちは、生きたいように生きる、それだけ。勇気らしいや。ありがとう。じゃあ、お言葉に甘えさせてもらうね。はーい、皆さーん。縁も竹縄ですが、この辺で一旦締めさせてもらおうと思います。ねえ、こういう時って、一本締め？三本締め？いや、おじさんじゃないんだし、普通に挨拶でいいんじゃない？今日こうやって歓迎会を開いて、みんなとの思い出を振り返ってみて、本当にいろんなことがあったなと改めて思った次第であります。まだおじさんっぽいぞ。キララには言われたくない。どれもこれもかけがえのない思い出で、正直に言うと、このままみんなとずっと。でもいつかこの世界にも終わりが来る。それがいい結末にしろ悪い結末にしろね。終わり、私はいい結末にしたい。絶対に、絶対にそうしたい。笑ってまたみんなで会えるように、私たちはできることを精一杯頑張りましょう。じゃあ次は青。え、今ので閉まってなかった？いや、やっぱここはリーダーに締めてもらわないと。急に振られても。あおちゃん、頑張れ。何話したらいいかはわかんないですけど、とりあえず、みんなありがとう。ざっくりしすぎだよ。星崎さんらしいっちゃらしいのかもね。私たちも感謝してるよ。ここまでみんなを引っ張ってくれたこと。引っ張るだけじゃなくて、私たち一人一人のことを気遣ってくれてることもね。何かあった時に真っ先に励ましてくれるのも青ちゃんだよね。時には一緒にふざけてくれたりもする。青は優しい。はい、優しいです。こんな私にも仲間として接してくださいました。きっと誰よりもこの世界のこと、私たちのことを考えてくれているんですよね。どうせ今も悩んでるんでしょ。普段大雑把なくせに、そういうところだけ余計な気回すんだから。あおちゃんが選んだことなら私たち受け止めるよ。ちょっとどうしたの？みんな、これが言いたくて開いたとこもあるから、この歓迎会。そっか、私が悩んでることみんなにバレバレだったんだ。だから心も一日中ずっと。そうだ、私は一人じゃない。悩んだらみんなと乗り越える。この世界でそれを教えてもらった。
成功するかもわからない。だからって一人で考えてちゃダメなんだ。私にはみんながいる。みんな、明日改めて話したいことがある。うん、待ってる。青ちん、話を聞かせて。やっぱり私、みんなのことが好きだ。この世界の思い出は、それだけ私にとって特別なものになった。私は、みんなを助けるために動きたい。それに何より、私も、みんなと一緒にいたい。だから、みんなで助かるための作戦を考えた。作戦？聞かせて、何を思いついたの？世界が滅ぶのはもう止められない。だから滅んだ後の世界を変える。後の世界？オリジンは世界を作り直そうとしてる。みんなはその崩壊に巻き込まれてしまった。ウタさん、そうだよね？はい、そうです。なら、その作り直される世界を元の世界と全く同じものにできればいいんだよ。そうすれば大切な人たちもいなくならない。元通りの日常に戻れる。灰が降らない世界で全く同じ人生が送れる？そう。これまでずっと再構築に逆らおうとしてきた。でもそれはできなかった。だから逆らわない。それを利用する形でみんなの日常を取り戻す。つまりこれはかつて敵だったウタさんがやろうとしてたこととほとんど一緒なんだよ。世界を理想の形に作り変えるか。ただし、作り変えるのは元の世界と全く同じもの。ウタさんの理想の世界だとさすがに困っちゃうからね。なるほど、大体わかったけど。本当にそんなことできるの？それって要は神様にお願い事をしたら叶っちゃったくらいの奇跡じゃない？ウタちゃんがやろうとしたことを私たちがやったとして同じようにできるのかな？何一つ確実なことは言えない。それが難しいところだな。星崎さんはどうなるんですか？わかんない。だけどみんなが助かる可能性はある。私もみんなと一緒にいられるかもしれない。それが一番重要だと思ったから。星崎さん、ウタチンのやり方を踏襲するのは分かった。でも問題はどうやってオリジンに思いを届けるか。ユキちゃんだ。え？私？ユキちゃんは世界システムとのつながりがある。それを利用して思いを届けることができれば、もしかしたら。そっか、みんなの思いを一つにして送り出すことができれば。絶対に無理ではない。 1% でも 0.1% でも可能性はある。でも考えなきゃいけないこともある。まずうまくいっても新しい世界で同じ人生をたどるかどうかはわからないってこと。
少なくとも灰がない世界になるわけだから、灰の影響を受けた人の人生は大きく変わるはず。そうだよね。あとこれはみんなの気持ちの問題でもあるけど、仮に元通りになるとしても、一度消えて作り直した世界を同じものと思えるのか、今までの記憶も全部なくなってやり直しになる、そこに納得できるかどうかは人それぞれだと思う。平和に過ごせるならそれでいいって簡単に言えるものでもないからね。そして何より重要なこと、この作戦は一発勝負で後には引けないってこと。それでもこの可能性を信じるか。私はここにいるだけでみんなを危険にさらす存在、ずっとそう思ってた。みんなは私を許して居場所をくれたけど、ずっとこのままじゃダメだって、私も何か役に立ちたいって思ってた。私は戦うこともできないから、でももし私がこの状況を抜け出す突破口になるなら、私は力になりたい。勇気、もうどうしようもないんですよね。新しく作り直すしかないんですよね。そうだね。消えてしまった世界を元に戻す方法は見つけられなかった。それなら私は再構築を望みます。たとえ全て忘れちゃっても。滅びゆく世界の中で今私がこうして生きているのは、いろんな人の思いが私を支えてくれているからだと思うんです。お父さんにお母さん、学校の友達、一緒に戦ったチームのみんな、思いは結ばれていくんです。人から人へ、過去から未来へ。たとえ雫世界でおばあちゃんになるまで生きていられたとしても、その後にはきっと何も残らないから。もらった思いだって消えてしまうから、思いのつながりが、みんなの思いが少しでも結ばれていく可能性があるなら、私は再構築にかけたい。私たちに許された最後の抗い、それが祈り、願い、強く何かを思うこと。私の時だってそうだった。雫世界はいつか消える。それまで何もせずに待つくらいなら、ユズは抗いたいって思うよ。ライムも同じ気持ち。ユキちゃんを信じた。ウタちゃんを信じた。アオちゃんを信じた。みんなを信じてここまで来た。なら最後までそれをやり通すだけ。やろう。みんなの日常を取り戻すために。それじゃあ、具体的にやることを説明するね。まず一つは、思いの力を送り届ける準備。みんなの思いを一つにして、オリジンに届けるための入り口を作る。そしてもう一つは、みんなのフラグメントの回収。残されたすべての思いは、新しい世界の礎になる。
今からフラグメントを回収してしまっても大丈夫なの？うん、すぐに世界が壊れちゃうわけじゃないよ。しばらくは持つと思う。二つを同時に進めていこう。やると決めたらもうやりきるしかない。失敗することは考えたくないけど、いずれにせよこの世界で最後の作戦になる。みんな頑張ろう。おー！